でも誰もいないね。え、マジでいるんだね。こう、あそこに住んでんだって。汚ね。ゴミだらけ。あいつ出かけてんのか。あ、そうそう、あいつまたカーブ。うわ。てか、あいついない間にさ、めっちゃ荒らしてやろうぜ、ここ。うわ、いや。ちょっと見てこれは。見てか見てか見てか。あいつ起こそうぜ。おい出ていけよお前こっから。なんだよ。もう逃げる逃げる逃げる。やべえあいつ。バイバイ。来て来て来て。やってやったなあいつ。マジでおもろいじゃんあいつ。てる感じですね。あ、何で話してる？誰もいないね。はい、あ、あそこなんか誰かいましたっけ？いや、誰かって感じ。別に聞けることはないな。はい、爆笑してるじゃん。マジキモい、あいつ。キモ。マジ誰と話してるの？あ、それ何？え？あ、あ、いや、何？違う。パンか。パン買う金はあるんだね。よかったよかった。うん、あれかな。どうやって金稼いでるかね。やっぱりあれだね。空き缶じゃない。空き缶って、あれ儲かる。わかんないっしょ。何やってんの。ふわり。何やってんの。まだ話しかけてる。なんか見えてんのかね。ホームレスだけ見えられるかっていう感じですか。は？は？あ、何だ？見た？何がですか？いや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 、あの箱から出てきたの。え？は？お前見てない？お気づきになっただろうか。何もない空間に向かって、さも誰かがいるかのように振る舞うホームレスの男性。そして男性がふと立ち上がった時、段ボールの中から現れる血の気のない女とおぼしき姿が映り込んでいる。よかったよかった。あれかな、どうやって金稼いでるかな。やっぱりあれだね、空き缶じゃない。空き缶って、あれ儲かるんですか。わかんないっしょ。何やってんの。ふわり。何やってんの。まだ話しかけてる。なんか見えてんのかね、あいつ。ホームレスだけ見えられるかっていう感じですか。見た？何がですか？いや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 、あの箱から出てきたの。ある霊能者の意見では、死期が近い人物がその自覚に芽生えた時、すでに他界した親族や知人の姿を見るようになることがごく稀にあるらしい。死の自覚が生まれることで霊的な視野が開かれ、周りに寄り添う死者たちが目の前に現れるというのだ。もしやこれは男性がその昔永遠の契りを結んだ亡き妻の霊の姿なのかもしれない。投稿者によると、ほどなくして男性は遺体となって発見されたという。